その頃私は海岸近くの住宅工事を請け負っていました。季節は7月初旬で、昼休みには海岸で弁当を食うのが日課でした。はじめは一人で食べに行っていましたが、途中から仲良くなった同年代の下請けの職人も雇って一緒に食べに行くようになりました。いつものように海岸に行くと、普段は人気のない海岸ですが、その日は10から12歳くらいの子供が4人ほど波打ち際で遊んでいました。ちなみにここの海は遊泳禁止となってはいましたが、私も子供の頃はここで仲間と泳いだりしたこともあったので、特に気にもしませんでした。その日も海岸で弁当を食おうかと思っていたら、 A 君が、今日は日差しが強くて暑いから職場内の日陰で食おうぜと言ってきたので、まあ確かにその日は特に日差しが強くて外で食うには暑すぎると思ってその場を去りました。現場内の日陰で弁当を食べていると、何やら外が騒がしい。パトカーやヘリが飛んでる音も聞こえる。何だろうかと思って外を見に行こうと A を誘いました。ああ、俺はやめとく。私は外が気になって仕方がないので、 A は置いて他の職人さんたちと一緒に野次馬に行きました。どうやら人だかりができているのは、いつも私が A とご飯を食べていた海岸でした。すでに集まっていた野次馬に話を聞いてみると、海で遊んでいた子供が一人波に飲まれて行方不明だと。確かにさっきまで海岸で遊んでいた子供の数が一人減っていました。私は後悔しました。いつも通りにこの海岸で弁当を食べていれば、波に飲まれた子供をいち早く発見できたし、泳ぎにも自信がありましたので、もしかしたら助けることもできたのではないかと。少し後ろめたい気持ちになって A のところまで戻り、 A に海岸でのことを話しました。今日もあそこで飯食ってたら俺らが何かできたかもしれないよなと私が言うと、 A が無理だって、だって俺は今日あそこで飯食うのが嫌だったんだよ。私は意味がわからなかったので、 A に詳しく話を聞いてみると、あそこって遊泳禁止なだけあっていろいろとあるわけで、こんなこと言うからって変な目で見ないでほしいんだけど、いろいろとまああるわけよ。お前はそっち系には疎いみたいだから言わないでおいたんだけど、現場の中で弁当食った方が涼しいのに、なんでお前は毎日海辺の浜で弁当食べたがったの？そりゃ海見ながら外で飯食った方がうまいと思って。その割にはお前毎日暑い暑い言いながら弁当食って、食い終わったらすぐに事務所戻って住んでただろ。そう言われると確かに浜辺で弁当を食い始めたきっかけは海見ながら食べた方が気持ちいいと思ったのですが、2日目以降はなんであんなに日陰のないクソ暑いところで弁当を食い続けてたのか我ながら不思議に思いました。あいつらの狙いは初めからお前で、ずっとお前は
あいつらに呼ばれてたんだよ。 A は初めて現場で私に会った時も、私が海にいるあいつらから誘われているのを感じていたらしい。とは言っても、そんなことを初対面、しかも下請けの監督に真顔で話してもバカにされるし、下手したら追い出されるだけなので、毎日弁当に付き合って監視していたらしい。 A は私があいつらに誘われているのは分かっていたけど、なかなかそのあいつらの姿を A も見ることはできなかった。どうやら霊の方は一応私に意識チャンネルみたいなものを合わせ、もっと波打ち際まで引き寄せたがっているらしかったのですが、肝心の私が鈍すぎて手こずっていたらしい。だからあいつらはお前の目の前で子供を海に引き込もうとしたわけだよ。あいつらからしたら子供の方が頭が固いお前と違って誘いやすいしな。そうすればお前が子供を助けに海に入ってくることを知ってたんだな。あいつらは、まあ俺は邪魔したから子供が身代わりになっちまったわけだけど、今日はあいつらとぴったり波長が合う子供が遊びに来ていたせいか、今日は俺の目にもはっきりあいつらが見えたよ。俺がお前を浜辺から連れ戻した時のあいつらの雰囲気は、俺もちょっと怖かったよ。本命のお前を連れ戻されて怒ったのかな、と A が苦笑いしながら話してくれました。で、そこまで分かっていて、なんで遊んでいた子供を放置したのかと A に問いただすと、お前は誘われてるくせに何にも感じないからそんなこと言えるんだよ。子供たちが遊んでいた場所は完全にあいつらの領域に入っていたし、お前だってあれが見えるなら絶対近づけないし、関わり持とうなんて思えないって。お前を浜辺から現場内に連れ戻しただけでも、俺って勇気あるな、偉いなって思ったよ。ほんとすごかったよ、奴らの恨めしそうな顔ったら。 A が言うには、見えない感じない人は無意識に誘われてることがあると言っていました。また誘われてることにも気づかないらしい。だから逆に見える感じる人は危ない場所には下手に近づかないらしい。お前だって道路で子供が刃物持ってる男に追いかけられてたら身を挺して阻止できるか？普通できないよな。それは関わった後の面倒を知ってるからだ。それと一緒で、俺も見えたからって人助けをするほどお人よしじゃない。相手が人間なら通報することはできるだろうけど、相手がこの世のものじゃなかったら相手してくれないし、まあ面倒ごとに巻き込まれるのはごめんだよ。でもお前とは気があったし、知らん顔して何かあっても気分悪いからな。この水難事故は夕方ニュースでもちらっと流れました。私は夜中に気になって海まで車で見に行きました。まだヘリは海沿いを飛び回り、たくさんの人が明かりを持って海辺を捜索していました。自分でお人よしじゃないと言っていた A でしたが、彼は去年の秋に川で溺れてる子供を助けて自分だけ行ってしまいました。二度目は見て見ぬふりできなかったんでしょうね。